こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は86のラテンについて、お話ししたいと思います。86のラテンっていうのは、すごくよく言われるんですが、アフリカの、基本のリズムですね。アフリカでいろいろ調べてみると、アフリカって16の16のノリとその86のっていう両方のパターンが2つあるんですね。なので、そのうちの86、こっちが、キューバの方に行って、で変化して16とも融合してって言われてるんですけど、なんとなく調べれば調べるほど、もともとどっちも持ってたんじゃないかなっていうところはあります。そこら辺はちょっとまた、いろいろ、これはもう文献が残ってない、文字がないところが多いんで、文献が残ってないんですよね。なのでもう口伝承なので、ここら辺はどう調べてもやっぱわからない、向こうに行ってた人もわからないということなので、ただなんとなく漢字画的に言うとどっちもあったような気がします。でね、まずはその、このベンベというリズムがあるんですが、これがこういうリズムですね。基本が4ブレードっていうのが、これが元々の、比べになったってお話を、ちょっと前の、フットプリンツの時にお話ししたと思うんですが、こういうことですね。これが、元々の、4ブレードって言って、こうクワをこうやって打ちつけて叩いてたリズムですね。これが、こういう、キーになっていく、その音楽のポイントのキーポイントになっていく、比べっていうのは、スペイン語で鍵という意味なので、そのキーになっていくということですね。でこれって、前もお話ししたんですが、これダブルパラリドルなんですね。なのでハイハットとスネアで、ちょっとかっこいい86のラテンとロックが混ざったみたいな感じになります。でこれを足を最初のハイハットと合わせると、感じでロックっぽい86のラテンができます。なのでこういう感じで使ったりすることもすごく多いんですね。なのでこれ86のラテンの、基本的な動きですね。ダブルパラディドルですね。そうすると右のベンベの、基本のクラーベのリズムの4ブレードのパターンとほぼほぼ一緒。最後裏側に音が、頭に向かう音が入っている、これも草書コンプって考えてしまうと基本的なリズムは全く一緒というふうな立ちになりますね。で、ハイドラムがこうやって叩いてるんですね。でミドルが203で、で、ロードラムがこんな動きで、いくつかの太鼓がこういうふうに動いてるわけですね。でこれを、なんとなくこういいとこだけいいとこ取りしてドラムで叩くと、こういうふうになるわけですね。これが古いスタイルの86のラテンですね。で、もう一つ書いてあるのが、これが一番よく叩かれてるパターンですが、何が違ったかというと、1個目はここが一緒なのに対してずれて、でその分それが後ろに1個ずれて、だから1小節目は右手は2拍3連みたいな。いろいろコピーしてるとジャズドラマはこっちの方が多い気がします。で、元々のラテンの場合は、4ブレードがこれなので、これですね。元々のラテンはここで跳躍する、元々のラテンはここ
ここをシンコペーションしてここを飛び越えるということですね。でそれが、飛び越えるんじゃなくてになると。でこれがこのパターンで書いてあるんですが、バストラをこれを2部にすると、2部というかバストラ1小節に1回にすると、これがここにつながるドーンみたいになるので、ベースが2ビートみたいに叩いてるとき、ボンツドドドンドンツドドドンみたいな、コーンアルマみたいな曲の時はこっちの方が合うんですね。だから2ビートの、要は2ビートの大きい流れの上に、86のラテンみたいなやつを乗せたかったら、こっちのパターンの方がマッチします。跳躍しないからね。でどっちかとこうアグレッシブな、こういう感じの、例えばカート・ロンゼン・ウィンケルの、ビュー・オブ・モスクワとか、ああいう感じの曲の時は、こういう感じの方が合いますよね。でそういう時は結構ハイハットは表にゴンってアクセントが欲しいので、これは86のラテの定番で4つ割り、これよく使うので覚えておきましょう。というわけで、3種類パターンがあります。ラテンの、元々の86ラテンをドラムで置き換えた、元々の右ギターのフォーブレードのパターンの、これが1個ライドを変えた、これの場合はハイハットが 2-4 の方が、ゆったり系の86のラテン、そして、8ビートみたいな感じの場合は、ね、という形の、僕はまあこの3つを使い分けて叩く場所を変えたり、まあ足のフィールが、これでいくとか、という具合に使い分けるとこう86のラテンになると思います。というわけで、この3つのパターンを使い分けてもらえば、大体86のラテンはどれかにはまるんだと思うんですが、皆さん自分で工夫していただければと思います。本日は、ここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。